1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。インコースと6コースがスタート優勢、1マークへと向かいます。6コースから攻めようと6号艇山田も5号艇がブロック、その間に1号艇真庭が先手、3号艇まくるのは島田渚、内をつく2号艇5号艇4号艇も踏ん張る1号艇真庭辰巳が先頭、2番手争い2号艇安井瑞希と3号艇島田渚、内からは4号艇松尾かなみも上がって、後方は5号艇6号艇第4レーススタート終了です。1周2マークリードを広げるか、1号艇真庭辰巳、2番手は2号艇握って回る安井に、内から4号艇3号艇旋回も、2番手はここでおっと抜け出したのは2号艇安井瑞希、3番手はわずかに3号艇が優勢、後方一艇5号艇でしょうか、アクシデント、1番2番3番です。レースは2周目、1番2番3番の体制です。なおお知らせいたします、5号艇サネモリは転覆のため失格、5号艇サネモリ転覆のため失格です。予想水面上変わりまして、第8レースの予選競争を迎えます。なおこのレースは5号艇で登場予定でした小池彩乃選手が過失号のため欠場となっています。1番2番3番ダッシュは4番6番です。スタートしました。 2,3 コース2号艇田口、3号艇谷口がコーススタート、インがスタート遅れました。2コースあっさりまくる2号艇田口、2段でまくる4号艇垣内、切り込んだら3号艇谷口、6号艇米丸、まくった2号艇田口節子が先頭、2番手4号艇垣内が上がって3番手から3号艇谷口、あとは6号艇米丸、1号艇山下、スタートは正常です。2マーク2号艇田口、4号艇垣内、3番手切り返す6号艇米丸、ちょっと前が詰まった3号艇谷口です。内をついた1号艇山下直が今度は3番手、上位は2番4番1番です。6号艇米丸にアクシデントでしょうか、エンジンが止まってしまいました。2周1マークは2号艇田口、4号艇垣内、1号艇山下とクリア、上位は2番4番1番です。4番手は3号艇谷口、6号艇米丸、エンジンがかかりません。これから第2ターンマーク、先頭2号艇田口が入っています。2番手4号艇垣内、3番手1号艇山下の順、上位は2-4-1です。なおこのレースアクシデントありました6号艇米丸は失格です。1番2番3番4番5番6番となりました。スタートの車は3コースがトップスタート、3号艇の吉田、2コースが2号艇井上が先手を取るか、いや3号艇の吉田がまっくり切るか、まっくり出す5号艇のサラダ、内を付いて6号艇の峰重バックへと抜けておりますが、トップスに5号艇、3号艇の一騎打ち、インコース5号艇サラダ、アドコースレースを作った3号艇の吉田、3番手6号艇峰重候補1マーク、4号艇略して達成です。一緒にコーナーの世界スタートは正常でした。トップ世界5号艇のサラダ差し、3号艇の吉田の差しどうでしょうか、届かない。セット6号艇サラダ、2番手は3号艇吉田、3番手6号艇峰重、上代系は536、レースは2周目と映っております。1マーク自己艇レスキューを避けてのターンとなりまして、先頭5号艇のサナダ、2番手3号艇の勇者、3番手6号艇の峰重、上代系536となりました。ここでお知らせいたします、4号艇の岩永雅人、不完走のため失格となりました。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュにて4号艇5号艇角から4号艇北村が一気に内3倍叩いていった。1周1マークマークル、4号艇に乗っていくのは5号艇の室田が打ちまくり出し、小回りで1号艇藤田が残して、後ろでは6号艇3号艇が接触して止まっています。スタートは正常でした。さあ1周の2マーク突破争いは内から覗いて5号艇の室田が先取りする、4号艇北村は溜め込んで内を狙う、後ろからただ1号艇の藤田がやってきてホームストレッチでトップに立ったのはここで5号艇の室田、3点身抜けて2番手4号艇北村、3番手が1号艇の藤田となって上位体系5番4番1番、まだ1マークで止まっています。
お知らせいたします。3号艇小寺健太と6号艇の大熊達也ともに失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。4番、5番が覗いたスタートになりました。内側若干へこんで出ていくのは4番、5番。1枠の旋回、逃げる1号艇森作をまくる4号艇の山口、続いて2号艇の飯田、3番、6番も切り込んでバック側、先頭は4号艇の山口幸喜です。スタートは前提正常でした。まくった4号艇山口が先頭です。水がいて2番手は2号艇飯田、内側から3号艇の山田が追っています。これから2枠、まずは4号艇の山口幸喜、続いて2号艇飯田翔吾、内をくるっと3号艇の山田城、2番手は2号艇の飯田翔吾、食い下がる3番手が3号艇の山田城、2番手3番手はほとんど下がらくレースは2周目に入っています。先頭はまくり決まった4号艇の山口です。そして2番手2号艇飯田を追い上げる3号艇の山田、2周1枠、3号艇を抑えようと2号艇飯田外から回る、2番手は2号艇の飯田翔吾、3番手3号艇山田城、その内側から1号艇の森作幸太が接近中です。2番手から3番手4番手いずれも定冠が詰まっています。これから2周2枠の旋回、先頭だけは4号艇の山口幸喜が抜け出しています。2番手で2号艇の飯田、続いて3号艇山田、さして1号艇の森作、2番手は2号艇飯田翔吾、3番手3号艇の山田城、上位体系は4番、2番、3番でレースは最終周回です。4番手に1号艇森作、その後ろ水がいて6号艇石倉、5号艇内田、最後の1枠トップで抜けたのは4号艇山口、続いて2号艇飯田、3号艇山田が3番手、内側から接近1号艇の森作です。最後のバック3番手は3号艇山田の内側から1号艇の森作が迫っています。その後ろでは一定アクシデント。これからラストターンマークです。先頭は4号艇山口、続いて2号艇の飯田となっています。なおこのレース6番は落水のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。予選競争の第6レース、スローの3艇が好スタートを切ってきました。1番、2番、3番、1周1枠の攻防です。逃げる1号艇の小野、さして2号艇の瀬野、握って3号艇の深見と向こう上面、1号艇の小野が先頭リードを取っています。スタートは前提正常でした。先頭逃げている1号艇の小野、すぐ後ろに2号艇の瀬野、3号艇の深見、5号艇向井が続いて1周2マークの旋回です。先頭で折り返してくる1号艇の小野の向き、続いての旋回、さして迫ってくる2号艇の瀬野とホーム直線コース、なお後方はアクシデントが起きてしまいました。先頭は1号艇の小野がリードを取っています。なお3番の深見歩が転覆のため失格となっています。